あ、リュウジさん？あ、お疲れ様です。今日って店舗います？あ、じゃあ今日いないですか、店舗。あー、そうなんだ。お店自体はやってますか？あ、マジっすか。じゃあ、たら、いつもの感じで。はいはい。あー、そうです、そうです、そうです。はーい、すいません。よろしくお願いしまーす。はーい、ありがとうございまーす。はーい、またねー。こうやって一日が始まります。現在、夕方の3時。辰巳のブンブンマンブルライフへようこそ。ちょっと場所を変えましょう。あまりにも照明が暗い。まあ、なんてことないただの日曜日ではあります。しかしね、岡崎は日曜日、土日なんか特に街に出ると面白いことがたくさんあるので、きっと今日も楽しいことが待っていると思う。ということで、まずは暴れん坊吉。暴れん坊吉だと、あれもあれぽ、暴れん坊チキン行ってみたいと思います。ひげも剃りましょう。レッツゴー。辰巳のまんまんま と思ったのだが、やはり飲み物がないということで、ちょっと行ってみたいと思います。はい、いつも通り R コーヒーでございます。カフェラテ、アイスをちょっと持って帰ります。はい。何これは。ああ、今日の帽子に。さすが。ありがとうございます。ということで、また。イエーイ。ありがとうございます。ありがとうございます。やっぱりこれが最初にないとということで、いただきます。うん、やっぱこれ起きたって感じ。まあ、だからこれがいつも僕が遅刻をするゆえんの一つではありますよね。まあ、そうじゃない時もかなりありますよ、もちろん。さあ、ようやくしっかりと今から暴れん坊チキンに向かいますよ、皆さん。お待たせしました、こちらです。ありがとうございます。またよろしくお伝えください。はい、ありがとうございます。いきまーす。はい、チーズ。確認お願いします。ありがとうございます。とんでもない。とんでもない。どっから来たんですか？トヨタです。あ、結構近かった。オッケーオッケー。じゃあ楽しんで。ありがとうございます。はい、チーズ。ありがとうございます。ありがとうございます。てな感じでね、ありがたいことに声をたくさんかけていただけます。まあ、僕にってよりかはね、本当に東海オンエアの友達っていう、まあ、それでもありがたいですよ。それで名前を知っていただけるならっていう感じですが。あっと、なんかちょっとおもろいかもしんない。デッパが普通に店頭に、店頭でデッパが、ぼーっとしてんだけど。左前です。ちょっと待って、面白すぎる。何しとるだ。何してんの、デッパくん。見ての通りじゃん。めちゃくちゃ日光浴してるやん。びっくりした。はい、ジャンダラリンに来ました。なんとデッパくん、店舗オープンされたということで、おめでとうございます。ありがとうございます。いつですか、店舗オープンしたのは。2週間前。あ、そうだ。そしてね、すぐそこがね、本当にアバチキなんですよ。ここのアバチキだね。そう、ここのビル、バーンってやったら、そこにアバチキがあるんですけど、今ね、アバチキに行ってついでだからということで来たわけです。あ、びっくりした。俺マジで俺変なやつに絡まれたと思った、今一瞬。あぶねえ。マジあぶねえ、今のびっくりした。ということで、じゃあちょっと俺弁当食べるし、ここで。ああ、そういうこと。あ、そうそうそう。
すごいっすね。マジで車の中からの光景これだったよ。それそうだよ。一人でこうやってなんかちょうどマジで暇だったね今。最高じゃんか。ちょっと途中まで食べちゃいましたけど、このお弁当で650円見えるか。あれのズーム機能が後からどんだけこうズームしていくつもり。すごいブロックになってるかもしれないけど。ブロックの唐揚げだよ。マジで安いと思う。安くてうまい。甘だね。うん、甘だね。みんな甘だれやん、この周り。りょうくんとかも甘だれ。りょうくんも甘だれだし。マスターだけ違うんじゃない？え？あの男？マスターなんか下手したらプレーンやん。だいぶ働いてないの。そうだと思う。キャッチャー暇そうだなってみんな思ってるけど。これからこれから。あれザワくんじゃね？虫！ほんとだ。なんで？いやマジで適当に YouTube 回してただけ。マジでたまたま。何してんの？知らない。いやいや映ってよ。あ何遊びに来たの？あうんこ漏らしに来たんだ。マジか。いいよいいよ。うんこ漏らす。はい。出せ。うんこ。ああおい。開始。音楽止めて。えマジでここ来るために来たんじゃないでしょ。今通り過ぎようとしてたでしょ。ね走ってたら、なんかスムーディーたちがなんかやってたから、こいつら俺たちのおかずきして勝手になんかやりやがってと思って、かわされて、本当だ、本当だ。ちょっとのところも行くんだろって言われたから、そのシャアなしだなって言って、まあ、なるほどね。うわー、すごっ。皆さん、素晴らしい。せい。いいお店ですね。ね、よくない？普通にいい。その悪口なしで。いやまあまあ普通にね、なんかおかずきっぽいって言ったら。あれかもだけど、このいいサイズ感で。いや、マジそう思う。ふんわりとした感じで、いいじゃん。うん、でしょ？なんか逆にじゃあ、常識ないわ。は？え、この友達だからお金払わせないみたいなのつまんないよね。いや、つまらんわ、それ。あ、つまらん？じゃあ、財布出せって。は？ 1 万からだね。十分だろ。十分ってお前、1万2500円だよ。足りねえんだよ、バッ。うるせえな。で、お前、珍しい。お前、なんでお前そんな金持ってて現金で払ってくるんだよ。カードぐらいあるだろ。珍しいタイプ。お釣りよこせよ早く。うわなんかこんな金持ってて500円とかケチるのやばいね。レジが狂うだろ。いやだからそれでなんかさ、それでなんかいいよジュースとか飲みなよとかさ言えないんだ。うわ心が狭え。まあいいやいいや、はいお釣りね。いやいいよいいよ。あジュース飲めよ。うわなんかちょっとレジ狂うからやめてこれ。マジ迷惑だわ。だるあ、りょうくんの隣ぐらいでいいよ、ザックンサイン。あ、オッケーオッケー。ザックンサインは横、あ、だからりょうくんはここだもんね、隣ぐらいに書いてて。あ、オッケーオッケー。うん。あ、ザックン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 じゃあ、りょうくんの隣でいいってサイン。ザックンちょっと間違えちゃってるよ。隣だよ。ほら。はい。なんか日付書いとかんでいい？なんか下手だね、字。うまいと思ってたんだけどな、ザワくん。なんか下手だね、こいつ。まあ、もうなんかちょっと、ちゃんとしたお店だから、ちゃんと書きたかったわ、綺麗に。タツニーの、まんまんまんぶりライフ。いや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 、大騒ぎでございましたけど、なんとですね、まだあんなよ。今日は、全部これと保険だ。すごいね、お昼食べに行こうとしただけなのに。こんなことになるんだね。なかなかわからんもんで。見てみあ、すごい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 、めっちゃ来てる。うわ、怖っ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 、すいませんすいません兄ちゃん、なんだよ。怖っ兄ちゃん、なんだよ。なんかやってるらしいね、君たち今日。うん、何やってんの兄ちゃん、兄ちゃんってか久々やん。久々だね。全然会ってなかったな。ちょちょ、この辺なんかイベント多すぎるって。鉄板とことか。兄ちゃん見てってや。え、シモディたちのグッズをどれ？これ。これは普通にネットとかでも買える。ネットで買えないのもある。これとかね。そう、今着てるの。これからしてね。コラボしてるやん君たち。本格的にビジネスに乗り出すんじゃないよ。じゃあ仲間外れです。いやいいや。一緒にやろうね。なんでだよ。分かったよ。じゃあなんかやろう。あれじゃん、あの柴犬にもらった。へえ、かわいい。普通に欲しい、それ。勝手に出来上がったから、これ。わ、これ、
東海のメンバーとかも着てるコント T シャツ。本当にね。あれもう終わってしまう。今この動画を見れているあなただけに特別なお知らせです。なんと6面ステーションが3年ぶりにめちゃくちゃイケてるグッズを販売しました。そしてなんとこの T シャツ、あの東海オンエアも大絶賛ということで、岡崎のなんてない休日がこんな一日になるよっていう動画でした。皆さん岡崎に来る際にはですね、徒歩圏内にいろんなスポットがありますので計画を練った上でお越しください。そしてね、運が良ければこうやってイベントとかやって本人に会えたり、さっきみたいに虫眼鏡に会えたりしますんで、期待を持って来ていいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら、ありがとう。ピーピーデン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 ダダダ作ります。あ、もしもし、ちょっと、あ、すっぴんだ。やだ、なに、やだ、なに、ちょっとサプライズ。何、やだ、やだ、ちょっと、なに、変わるね。あ、お世話になってます。すげえ声がツートンぐらい上がったね。大丈夫、バイバイ。お母さんまた。ありがとう。ありがとう。おもろいやん、ちゃんと。